はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ってことでですね、今回はもうね、本日4月15日はね、あのスクフェス5周年ということでね、もう本当におめでとうございますね。いやー、5年ももう経つんですね、このゲーム。まあ、僕がね、始めたのは一昨年ぐらいからなんですけどもね、もう本当に多分音ゲーの中では間違いなくハマったと思います。はい、まあ、そんなね、あの僕の話はいいんですけども、今回はですね、こちらね、今ねこちらのショップに載っておりますけれども、スクフェス5周年記念セット、こちらがですね発売がされました。こちらですね、今表示されているのはミューズなんですけども、今回アクアの方のみを、購入いたしました。まあね、本当だったらミューズの方もね購入したかったんですけども、絶賛金欠ということでね。はい、こちらのですねスクフェス5周年記念セットには、UR 確定勧誘チケットというですね、選べるメンバーで、9人の中から選んで、それで UR 確定勧誘を引くという、ものだったり、あとは11連勧誘チケットが2つと、そして石が、合計15個、それだったりアルパカとかが、ついてきたりします。赤の場合は多分椎茸だと思いますけども、それがついてきます。まあね、UR 確定勧誘チケットの、発売はですね、1年ぶり、まあ、4周年記念の時もね、発売されたんですけども、その時はですね、6000円で販売されてたんですよ、一つ。なんですけども、今回こちら5000円で販売してるということで、1000円安くなったんですよね。まあ多分ね、これ5周年だからにちなんでね、5にしたんだろうと思いますけども、まあそれでもね、本当にお得なんでね、ありがたいなって思いますけども。はい、ということでですね、表示されておりますね、こちら、一番下にね、5周年 UR 確定勧誘と書いてあります。リコちゃんをね、とりあえずセレクトしましたけども、詳細を見ていきますと、はい。まあ、リアリティとして UR100%、まあ、それはそうですよね、確定なんで。はい。今のところ、リコちゃんの UR は5種類、の中からどれかを選ぶという感じですね。まあ、今ね、持ってる自分の、やつはね、チアガール編ですので、まあ、チアガール編、まあ、1分位あたりの出現率は、まあ、単純に5分の1なので20% となっているんですけども、これでね、スマイルの、多分これ私の声聞こえますかっていうのが多分チアガール編のやつだと思うんですけども、これがね、また出ちゃったらちょっともうね、チアガールサイクルみたいなのが出来上がっちゃってますよね、スパイラルが。あ、そうだ、ちなみにですね、一応引く前に、いろいろとですね、見ておこうかなと思うんですけども、ですね、特別楽曲にはですね、アクア、ミューズは、まずアクアの方は、黒沢姉妹のソロ曲が、今限定でできるようになってますね。アクアの方は通常楽曲は確か、Awaken the Power が追加されているはずです。あ、こちらですね。はい、はい、ということでですね、大変お待たせいたしました。じゃあ早速ですね、こちらの UR 確定勧誘弾いていこうと思います。まあもちろんね、これリコちゃんを選ぶでしょうということで、いや果たして誰が出るのかな。うん、まあ、できればね、このまま、またスマイルとかね、なんか出てほしいなっていう、クリスマス編ね、聖歌隊編とか出てほしいなっていう感じはするんですけども、5周年、選べるメンバーアクア、UR 確定勧誘桜内リコちゃん、弾いていきましょう。いきます。頼む、頼む。お願いします。頼む。マジで頼む。マジで。はい、はい、はい。お、お、お、来た。え、マジで？やった！俺が一番欲しかったやつ来たんだけど。え？うわ、ほんとだ！やった！スマイルの、これあれでしょう。ちょっと待って、もう語彙力がやばい。いやー、まさかこれが来てくれるとは、嬉しい。ちょっと待って、スクショスクショ。そう、自分ね、結構スマイルの、部員が強い傾向にありますので、スマイルのね、リコちゃんが出てくれたことは本当に嬉しいですね、これは。いやー、今日はいい勧誘になりました。はい、ということでですね、今回は、本日スクエス5周年記念ということでですね、選べる UR 確定勧誘のですね、アクアバージョンを弾いてみました。いやーね、自分が欲しかった、一番欲しかったものがね、出てくれたので、もうめっちゃ嬉しいです。もしね、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでした。バイバーイ。